モーターがなぜ回るかということを考えてみましょう。これは模型です。あくまでも模型ですけれども、これ木でできてますから、普通の回転しているわけにいきませんけれども、ここにちゃんと電極板が上と下についています。そしてこれはブラシだと思ってください。そしてここにこれが一応形だけですがついています。そしてここに電池がついています。赤はプラス極に、黒はマイナス極につながっています。例えばこっちを皆さんにとっての右側をにプラス極、左側にマイナス極をつけたとしましょう。そうすると何が起こる？これでちょっとずらすと電磁石ができるって言いましたよね。これポッとやるとこちらが N 極になって、こっちが S 極になるよってことを LED を使って表しています。でこれは結局このブラシが下の方の電極に触って、そして下の方の電極を触ってるので、ここのところからつながって、ここのこちらの方のコイルでずっと回ってきて、今度こっち回ってきて、今度はここのところからここに来るわけですね。ここの、そうするとそれはこのブラシが上の金属に触ってますから、このマイナス極にやってきて、ここでこちらからこちらに電流がぐるっと回って、電磁石ができて、こっちが N 極になり、こっちが S 極になる。でこれをスーッとこう回すと消えます。なぜ磁石でなくなっちゃうか、電気が消えるのは磁石でなくなっちゃうことを表してるわけですけど、これはここのところに黒のところ、つまり電気が流れないところにブラシが触ってるんで、ここに電流が流れません。ですから電磁石じゃなくなっちゃう。ところが今度逆にスッと回すと、今度はブラシは、こっちのブラシは下側の電極に触り、こちらのブラシは今度は上側のブラシ、電極に触っています。そうすると分かりますね。電流の流れる向きはひっくり返る。つまりプラスがこちらに、上の方にからプラスが入ってきて、下の方からマイナスに、そんな風になってて逆転するわけですね。それでその結果磁石も逆転するわけです。こういう装置なんです。こっちでこっちで入れ替わるというんでして、さてそれがなぜ回転と結びつくんでしょうか。これ磁石になってます。もちろんこれも木ですけれども、磁石を表してます。 S 極と N 極、それでこっちもこれは N 極になって、こっちは S 極になってるわけです。ちょっと考えつくでしょ。つまり引っ張り合うとか反発し合うとかって思いません？例えばこれはこういうふうにすると引っ張るでしょう。これとこれね、引っ張りますよね。それで引っ張られる。でここのゆっくり来ちゃうと、これ止まっちゃうはずだけども、勢いよくバンっていくと、こっちへなると、これ青同士になる、 N 極、あ、S 極同士になるんで反発して、これこっち回っちゃう。それでそうすると今度はこっちはまた引っ張り合うから、グイッと、こんな風にして回るんですね。この向きに回るんです。だけど皆さん、その磁石をこちらに S 極つけてやれって言ってつけるわけじゃないですよね。例えば N 極をつけたらどうなるでしょう。もう分かりますよね。ね、これとこれが今度反発しちゃうから、こちらに行けって。こっちに来ると今度はこっちを引っ張るから、グイッと。反発する、逆に回り出しますね。これが磁石をひっくり返すと回転が逆転なするという、そういう性質なんです。でもう一つ見つけたことは、磁石1個でも実はモーター回っちゃうんですね。もちろんここで抵抗が強いとスーッと緩んじゃうかもしれないけども、普通にきれいに作り上げていたらくるくる回ってくる。それから今はこう回ってますよね。じゃあ電池の向き変えたらどうなるだろう。電池のプラスマイナスをひっくり返したらどうなるだろう。今こっち側にマイナス、こっち側にマイナス、こっち側にプラスだったけど、ひっくり返したらどうなるだろう。そうだよね、電極もまたひっくり返すから電流の流れる向きが変わるよね。つまりこっちでやると今までどうだったっけ、こっちが赤だったのが、繰り返すと
違う、青になった。電流の流れの向きが変わったから。そこで今度はこっち向きに引っ張られる。押される。引っ張られる。今度逆、また逆に回る。つまり電池の向きをひっくり返しても回転の向きが変わるんですね。そういう性質があります。だけどもう一つ、せっかく磁石があんだから逆につけてみようやってことにならない？つけてみたくなるよね。2つ目つけた時に回らなくなっちゃったって人いますか？もしくはもっと速く走ったよって言った人もいるかもしれません。どう向きにつけたらどうなるでしょう？わかります？それわかるよね。多分こうつけたら、つまりこの S と N の引っ張り合う同士を向かい合わせるようにしたら、これはこっちは押すだろうし、こっちは引っ張るからこういうふうになって、こっちも引っ張る力とこっちも引っ張る力が多いから強い勢いでグンと回る。それでこれ切れるからすごい勢いで回ってるから、今度はこっちでも押すし、こっちでも押す、ね、反発するからこう回る。もっと速い勢いで回るわけですね。つまり磁石の引っ張り合う同士を向かい合わせてつけると、すごい勢いで回る。より勢いよく、1個の時よりも勢いよく回るはずです。じゃあ止まっちゃったよってのはどういう場合でしょう？それは例えばこうつけちゃうとどうなるだろう？こうだとすると、これは引っ張り合うよね。だけどこっちは反発してこっち行かない、むしろ反発してこっち行こうとするよね。こっちはこう引っ張る、こっちはこっち行こうとするし、こっちは引っ張る。動かなくなっちゃうわけですよ。動けなくなっちゃう。もちろんこういう場合にしたら、今度はこっちがこう引っ張るようになるんだけども、こっちが反発してこうなろうとする。だから回れなくなっちゃうんですね。これで分かったでしょうか？こういうふうにつけるとすごい勢いでぐるぐる回り始めるんですね。ぜひ電池の向きとか磁石の向きを変えたりして実験してみてください。それからもし興味があったら、100均かなんか行くと確か磁石が売ってると思うので、同じように丸い、平たくて丸い磁石が売ってると思うので、それ買ってきてもっと磁石つけたらどうなるかななんて調べてみるのも面白いかもしれません。以上です。